本日、2023年8月の30日かな。もう朝から、動画をエクスポートしていて大変なんですけども、8月の30日、朝8時5分、不法侵入まだやられてます。で、昨日ね、一回これ充電しておいて、で、ここの、中に入れておいたんです。で、動かない。なぜだか動かない。で、完全に充電していたので、もう電池をね、身勝手に持っていったか交換したか、交換っていう言葉でいいんですよ。一回充電したない電池を持っていったやつが誰か存在する、持っていったか、ここの僕の、持ってる電池のまだからのやつを、ほら、だって充電できるもん。一回充電したはずなのに。もうこれがここの住宅の状況。すぐ不法侵入してくる、次撮影されたら困る連中がすぐに嫌がらせに来る。もうこれ不法侵入、絶対。で、一法律で動くやつらが、一番危ない。個人情報、インターネットゲーム、全部、全員偽名。本名でもない。で、個人情報方法なんていうものは、名前と住所と電話番号、このワンセットがなかったら無理。もともと、役員の登記簿とかで、その家、コロコロ変わってる人いっぱいいる。名前は、さすがに登記簿に書いてるから本人なんだろうなっていう時あるんですけども、手塚治虫先生なんかだいぶ前に死んだでしょ。役員名簿で手塚治虫って見たことあるから、その手塚治虫さん関係の、会社の登記簿で。だから、なぜそこまでおかしくなったのか、わからないですよ、僕の方では。だけども、本当にこの世界、かなり狂ってる。で、裁判所の判決がないと無理なんですけども、身勝手に代理裁判なんか始めちゃ無理、ダメですよ。地裁も、ね、高等裁判所も、最高裁判所も。僕を絶対法廷に、呼んでもらえないと無理ですよ。身勝手な裁判、なんか判決あります？まだだって充電しても。一回これ、いっぱいに充電して、ここに、この、電動ね、電動のヒゲ剃り機に、入れてる。だから、人の充電車、電池まで、身勝手に使おうとしてる連中。だから、もう本当にね、不法侵入して、人の家のものを身勝手に。で、自分たちが、自分たちね、法廷でもないところで身勝手なルール作っちゃダメよ。利用規約なんか、もともと会社作っちゃあかんから。今ある国の法律だけで十分。本当に。で、利用規約なんか、長いものを書かれても、ほとんどの人読まない。これが現実。お互いに法律遵守って書いておいたらいいんです。で、それで何か法律違反をしてる人がいたら、法律名とかを出して教えてあげたらいいんです。本当、本当。それが、よく自分で裁判買ったことない人間が身勝手に判断してるんでしょう。僕弁護士さんなしで裁判なんか30歳ぐらいの頃から買ってますからね。もう16年ぐらい前から。朝からヒゲ剃るのを妨害しようとする、このわけのわかんない行動ね。で、ちょっとね、常軌を逸した人間が多すぎますよ。で、その電池使って自分でヒゲ剃っているのが結構あるんですよ、ここの家。おかしいな、充電したはずなのにうんともすんとも言わないっていうの。本当にあるある。今まで何回もあった。だいたい買い物行ってる間、やられてるのは。
その者たちが何か言い訳できるかって言ったら、もう不法侵入してるから無理、言い訳なんて。裁判所の判決あってから、住宅内入るの。警察官でも基本的にそう。よっぽどの緊急性のある内容じゃないと、入らないから、家の中。ほんと。もう警察官の人も随分前から、中入りますって言っても、入らないよ。中入って、ちょっと話しましょうって。もう、ここまででって。本当に。ちょっと本当に、これ、ちゃんとカメラつけてもらったりとかして、対応してもらわなかったら、これ、本当無理ですよ。で、だから、損害賠償、もう精神的な、その苦痛的な部分もあるし、何回もそういうことされたら、で、あと他にも、そいつがどこからどこまで他の県で誰のものを使用しているのかっていうのを、しっかりと、調べた方がいい。そいつ、かなりのことをしてしまってる方かもしれない。で、YouTube に何があったかとか、詳細とか、アップロードしていいの？それこそ何法の違反なの？個人情報、偽名やで。名前と住所、電話番号、どこに揃ってんの？ね、よくわかんない人が、身勝手に、動いちゃダメ。一法律だけ、わかったようなふりして、裁判所でちゃんと買った人だけ、弁護士さんなしとかで。そうじゃなかったら判断能力なんかないから、基本的に。以上。